本日釣り納めっていうことで寒井崎寒井崎寒あれ何寒井崎やね。油がすごい乗ってるね。あれでかくね、僕ら3人とあと客さん1人4人ですよ今回ちょっと急遽メラヤンがね体調不良で来れなくなったんで、まあ、その分ちょっと取れ高も頑張って帰ってから騒いでもらわんと困んねんけど、まあ、とりあえず1人20は釣りたい。そうやね、はい、あとメラヤン困らすぐらいで足りたいと思いますので、はい、頑張っていきましょう、はい、なんかあの差し絵線でもいけるんちゃうかそれやったらそれやったらね、まあ、とりあえず1人20は行きたいですね。とりあえずね、じゃあちょっと後でまた取りに行きますんで、はい、頑張ります、はい、お願いします。ヤス君ヒット一発目うわ、おるわおるわおるわ、抜ける途中経過、ヤス君今何匹ぐらいですか？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15ぐらい。15。やばいね。今始まって1時間ぐらい。もうマニアがもう聞いて口聞いてくれへんもんね。忙しすぎて。やばいね。プチパニックやねちょっと。これカメラがあれこのリタタブ止まるから。あ、そうやね。はい、今行ってきましょうとりあえず。かかってんね。で、あんま早すぎたらちょっと口切れるんで、僕は今12で巻いてます。よし。おっしゃ、めっちゃおもろいねんけど、もうやばいねこれちょっと棚上げようか。 33.6。これで大きいのを来てくれたらこの棚で当分いきます。サイズはどうだ、サイズアップしてない、サイズアップしてない。 OK。あのね、結構ね、肩ちっちゃいんですよ。あ、いやいや、めっちゃでっかいで、一発目に奇跡的にゴッツリが入ってきて、ただ、平均的にちっちゃくて、ただめちゃめちゃ脂乗ってるみたいで、だからその辺の食ってるとこ全部着物がええんちゃうかな、思ってるんで。
前回取って帰る。いやねえ、12時までマジで諦めてこのペース行きますわ。100狙いますわ。100狙います。言葉なんかで100行く、行くと思う。テンションの問題。諦めんと前回で行けるだけ行ってもうて人生やったんで、行けるよう言ってくれるんだ。ゲート、あーもったいない。来た。おお、来てるね。ブルブル来とんね。横バランス上げる。すぐ外れるからね。うんうん。あんま早く上げすぎる。回転数は13ぐらいね。13ぐらいね。見えてきたね。うわ危ない。うわいです。ありがとうございます。これね、背びれと腹びれはちょっとね、これ痛い。気をつけてください。もうでももう50。ぐらいでね、バンバン行きましょう。ちょっと今んとこちょっと釣れてるやつ。マーニーのとりあえず今まあ途中経過ですね。半分ぐらい。ガンガン行きましょう。今調子いいから取りに来たよ。釣れてますよ。気持ちいいね。サオウサメがこれってやばいね。やばい。めちゃめちゃおもろいっすね。うん、いい思い出。いや、ほんまいい思い出。こんな釣りはなかなかね。ねえ。ヤス君は何メーターぐらいで棚取ってるんですか。35っすね。35。はい。あれや、来たか。あ、来た。よし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 。来たよ。伝わるかな、このサオのグイグイになってるん。お、見えた。お、2匹ついてんじゃん。いきます。これは取りたい。おし、おし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 おめでとうございます。あーす。ちょっとじゃあ、だすだす。あと半分ぐらいあるんで、はい、頑張っていきましょう。頑張ります。やばいな、もう誰かが上げてるみたいな状態。バリおもろいね。もうすぐ来たやん。魚ね、どんどん上へこう、ね、浮いてくるから。これ多分魚ついてる。当たりがなかった。ほんで、もう今来てきたから 20m ぐらいのずっと反応出てるから、ね、あ、ついとんね。結構ええサイズやね。おお、ダブル。うえー、よっしゃ。お、下結構太鼓あるね。あざーす。やばいね、これ今日。おもろすぎるやろ。あ、まあまあでかいんちゃう、この魚影。この魚影
よえ。これはちょっとこれでいっとくか。いやーいい。A サイズ。危な。久しぶりの A サイズです。そうやね、なんかようわからんなってきたね。うんうん、なんせフィーバータイムが今ちょっともう 2,3 時間続いてる感じやね。もうお茶とか飲む忘れてんもんな。お茶とか今飲みに行こうとしたらこの方が休憩させてくれへんね。37あかんな。来た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 、やばい、33ゾーン。よっしゃー、ええ肩取れたで。ちょっと大きいんちゃう？なんかちゃうやつおんで、ちゃうやつおるで。うおー、サバ釣れた。なんかサバ、サバ。え、あ、カツオっすか。あかん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 、ちょ、いや、やめてやめて。ごめんごめんごめん。じゃあ頭どつわ。これ無理やな。もう行ったやろ。しゃ。え？ねえ。
これが多分最後のポイントかな、時間的に。お土産いっぱい持って帰りたいんで頑張ります。入れへん。釣り納め、まあいい感じだったね。いい感じです。おかえり。待ち構えてた。めちゃくちゃ待ち遠しい人みたいになってたね、顔。釣ったで。おかえりなさい。釣りましたで。これ言うた。オープンザって言って。わあ、いいね。これ何これ。こいつバリでかいやん。あ、こんなんつ、これどころじゃない？こんなんめっちゃええサイズ。血抜きとかちゃんとしてきたん自分ら。いや、いいやんか。160匹ぐらいです。3人で。すごいな。さすがやな。めちゃめちゃおもろかったです。やすくんお疲れ。お疲れ様です。いや、あのほら、最近あの修行の当たりも何もない釣りの後やったから。楽しかった。楽しかった。それ、イサギ生かして持って帰ってきたんですか？4匹一応入れてきたんですけど。生きてるかな？いや、ブクブクが止まってないから生きてる。これ意外と漏れへんやろ、水。漏れてるんですね。いい状態やな、この泡が。知らんけど。はい、生きてる、生きてる、生きてる。全員生きてるわ。あとから入れに行こうかな。なあ。エレンのイエローあれに。なんでなんすか。2も食われるでしょ。一回入れてみてや。2も食われる。めっちゃおもろいや。それ何？イサギちゃうやろそれ。いや40ないで、これは測ってもらって。これ40ないで。42かなんかね、取ったな。うぜえな。これでも38とかで多分。これやばいって。この太鼓見て。これさ、シップ。シップ、これが一番長さはあって。これが一番だからいい。いや、これね、なんで、そうそう、顔小さい。これもシュッとしてるでしょ。もうこの顔小さいのあれやんか。顔小さくて太ってるね。顔小さいのと、冷やして硬いの、これ油やねんか。ここ。この子体高が分厚いの。もう最高。太さ全然ちゃうねんか、はい。上がやっぱすごいです、ね。すごいな。だから細い方から一回ちょっと。はい。どっちもちょっと、さっきヒレ取ります。はい。刺さるよな。何回か刺さりましたね。よし。頭とカマはちょっと味噌汁に入れようかな。はい。こんな感じ。はい。おお。味噌汁行きやね。もうちょっと出てしまってるけど。これ。これ油やもんな、全部。これはやばいっすね。すごいな。で。これで洗うと。お腹まで綺麗に洗ったら、1週間ぐらい寝かしたいからキッチンペーパーにくるんで真空して氷水で浮かべます。はい。もう一匹ね。はい。それがちょっと気になりますね。こいつ、はい、すごいクオリティやな。やばいっすよ。うわ、すごいわ。ここはかなかここから。うわ、見えてる。めっちゃくちゃ見て、もうレベル違うわ。やばい。こいつはちょっとレベルが。やばいですね。おデブさんやわ。で、血合いに傷をつけて。よし。こんなん。とりあえずこれで真空するところまで置いとこうかな。はい。めっちゃ緊張する。緊張する。カメラ見せんと。カメラ見られへん。カメラ見んでいいよ、別に。めっちゃうまいなって2人で見合ってるところでもええやん。そう、2人でしょ。おもろいかおもろくないか。現場の僕とか今言うたらあかんで。言えん、言えん。僕とか言うとったやん。言うてないわ、撮ってねえやろ、今。いや、前言うとったやん、見たら。言うてないって。言うとったやん、あかんで。食べてみた。あ、どうぞどうぞ。はい、あ、やっとんだ。どっちか。油映ってるから。イサキの赤だしですね。イサキの赤だし、うまいですね。めっちゃうまいね、これ。食べます。うん。
サギ甘ねえ、身めっちゃ甘いですよね、うん、甘い、うん、うまいうまい。カンイサキでしたっけ。カンイサギ、カンイサギが脂だと美味しいっていうのは知らんかったですけどね。今日は何言ってる。いや、寿司いきます。わさび持ってきたのか。いや、このままいきます。じゃあ、お寿司いただきます。うん、いただきます。美味しそう。うん、うまい。美味しいですわ。美味しい、美味しい、美味しい。よかった。うん、うまい、浮いてるね。え、油すごいです。これでもまだそんな大きくないイサキですからね。あ、ちっちゃいやつ。うん、次、漬けいきます。はい、ネラヤンが作ってくれた漬けです。特製漬けですね。特製漬け、しそだ。うまい、めちゃめちゃうまいですわ。ユッケとかにしたらもっと美味しいかもしれない。ありがとうございます、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。料理があるからな。